はいどうもお車研究所カードクサービス、こんな時間でこんなタイミングでだいたい内容が読めるようになった研究員2号の矢野と、車中泊シリーズ矢野ちゃんの靴下が楽しみで仕方ないカメラ担当岩明です。よろしくお願いしま す。さあ矢野ちゃん、はい、本日は GR86 が隣に停まっておりますが、はい、GR86 から乗り換えてアトレイに、違う、うん、え、違います。GR86 から乗り換えてアトレイで車中泊するシリーズだと思ってるんですけど、あ、車中泊ね、それはもう、はい、あの読めました。あ、よかったです、はい、この時間帯ですね、はいはい、そして、矢野ちゃんファンもう待望の矢野ちゃんの靴下が今日見れるということで、今日はどういったキャラクターなのか、もしくは無地なのか、もしくは素足なのか、そちらも楽しみにしていきたいと思いますので、アトレイの車中泊編やっていきましょう。ああ、じゃあもう早速、はい、車中泊って言ったらもうシートアレンジですよね、はい、寝床を作るという。そうですね、今回私アトレイは、アトレイはかなり広いんじゃないですか。そうで、全然、初めての車中泊シリーズが GR86 で、その次がハスラーと、ヤンちゃんがすごくすごく丸々な、矢野ちゃんがサムネの、騙されたかもしれない方が大半いるサムネのハスラーと、そして今回アトレイと、アトレイ結構 GR86 もまあ GR86 よりもハスラーの方が広いですし、ハスラーよりもこのアトレイの方が断然広いと思うんで、ようやくこう車中泊みたいな感じが来ましたね。そう、でも、はい、全然86でも、うん、問題はないです。問題はないと、うん、はい、わかりました、この86ですね、はいはい、じゃあまずは86、はい、はい、寝床を作る、寝床、はい、なんて言ったってもう簡単なのが、はい、まずは何から、まずヘッドレストを、ヘッドレスト外します、取っていくんですよ、はい、フラットにする、そう、ね、フラットする、はい、まずこっちのヘッドレストは取らないですか。はと、こう、私にはもう、あ、回ってからですね、回っていく、そう、失礼いたしました、はい、ここにレバーがあるんですよ、ここ、はいはいはい、リクライニングできないけど、はい、あ、倒すレバーはある、そう、はい、そこを引っ張ると、これをこう押し込むと倒れると、パタッと、はい、おー、なるほど、で、あとここにベルトがあるでしょ、はいはいはい、紐、これを片手でヒュッと、はい、おー、そうするとドン、お、いいですね、完全フラットが、はい、一瞬でもできるんですよ、はい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 、で、もちろんあっちもしないといけないと思ったら、うん、まずこのヘッドレストを握って、はい、握って後ろに回る、ね、はい、後ろに回す、はい、そうするとですね、なんと、はい、ここにね、はい、この穴が2つあるんですよ。おー、なるほど、はいはいはい、これをつけると差し込むと、おー、なるほどなるほど、いいですね。ハスラーの時は確かヘッドレスト下に投げ捨ててたような気がする、ね、画面上映ってはないんですけれども、投げ捨ててない、下の隙間に、下の隙間っていうか下のですね、この足置くところに、靴の足置くところにポツンと置いてたんで、もうあえて触れなかったんですけど、その時にはここでも触れないでよ。いや、じゃあ触れます触れます、それは触れます。こんなにアトレイとしてはちゃんと片付ける場所があると。そう、もしかしたらハスラーもあったかもしれないですね。あ、それ矢野ちゃんが気づかなかっただけで地面に置いた可能性ありますけれども、見てください、このシンデレラフィット、はい、でシンデレラフィットっていうんですかね、ここ、うん、あとここ 12V120W でシガーソケットもあるから、いいですね、そういうのは後で触れるべきだと思うんですけれども、いい、ね、淡々とやっていくいいんですよ、それで尺が持つんでしょうかね矢野ちゃんの、はい、で次にここ回ってきました、はい、それはさっきと一緒ですね、はいはいはい、これビッて、ビッてビッてして押し込んで、はい、する、はい、これ本当にさっきほらなんか緩めてたでしょみたいな感じで思われるの嫌なので、はい、こうがっつり分かります、はいはいはい、はい、しっかり噛んでますよね、噛んでますね、はい、うん、これがこのレバーを引くと、引くとほら、おお、すごい、もう一回、じゃあじゃあ組み立てる方向行きましょうか、うん、組み立てる時は、これは逆、あの巻き戻しでこうやって開けてそのままちょっと、はい、おお、でもちゃんとフックがあるんですね、ここ、そうそうそう、ここを噛んでからしっかりガチャンとなると、そうそう、ちゃんとカチッて、そこさっきのベルトを引っ張るとフックが後ろに行って、あー、なるほど、そういうことですね、かー、すごい、親切設計っていうか、ものすごいこう力もいらないし、うん、簡単ですし、うん、もちろんこういうふうに、でもこれ思ったんですけど、はい、こっち側だけでもいいよね。ああ、そうっすね。ここは逆にちょっとした。一人で寝るんだったらこっち側だけで。うん。寝よくて、そっちは座るよと。そうそう。で、ちょっとこう本読んだりとか、うん、でもやっぱここはね、あるからやっぱ専用のマットがあった方がいいかもしれない。ああ、そうですね。確かに段差はいくらフラットとはいえ、うん、隙間は存在しますね。うん、で今回はですね、はい、もう
暑いし、もう寝袋なしで行こう、はい、なしで行こうと。なるほど、うん、もう寝袋も結構この間も、うん、86で寝続きも寝袋最初だけで最後も脱ぎ捨ててました。うん、下敷きになってましたね、うん、そして今回枕、枕だけ持参と、はい、枕だけを持ってきました。なるほど、頭はちゃんと枕ないと、はい、でどっちが入り口ですか今回は。今回は、はい、そちらが入り口と。こちらが入り口になります、はい、じゃあそちらに回りましょうか一回。はい、はい、早速ここが入り口となります、はい、で寝るんですけど、はい、靴脱いで寝るんですけど、はい、まあ、あのさっき冒頭で予算がさ、はい、靴下のハードル上げてくるからさ。そうですね、待望の靴下ですね、やなちゃんの、前回が、みーちゃんとかいうやつ、ね、今日はムーミンかスヌーピーかトーマスかな、もしくはこの流れでいったらおそらく入ってないって可能性も。あ、電気は自動で何秒かで止まっちゃうんですね。いいですね、なるほどなるほど、ほほほほ、実はですね、はい、とりあえずあの電気つけてもらっていいですか先に。はい、ありがとうございます、はい、さあ靴下、ね、バレに引っ張った矢野ちゃんの靴下、今日のキャラクター一体何なんでしょうか。いきましょう、はい、じゃん、ドピンクの無地です。うわ、そんな見えないじゃん。マゼンタですね、なるほど、うん、マゼンタで履き古した靴下なので、はい、もう後ろがね、うん、もうそうですね、上の服のピンクと比べるとだいぶ薄くなってるピンクが、そうそう、はい、もうほらタイツみたいに、はい、なんていうの、もうスッカスカになるぐらい。あ、場合によってモザイクかけときましょうか、これ、うん、あのストッキング並みの薄さまで履いて、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、今日のこれが矢野優子の靴下ファッションと、はい、じゃあ車中泊に戻りましょうか、はい、はい、思ったんですけど、どっち向きで寝る形ですか今回。あのさっきこっち頭って言ったじゃないですか、はいはいはい、で乗ってみて、うん、フラットはフラットなんですけど、うん、若干勾配、こういう実際に乗った時の矢野ちゃんが勾配を感じると、うん、こっちが、クッション性的なものはどっちがいいですか。布団を引かないパターンだと、あ、そっちがいい、うん、こっちも若干なるとそっちを頭にして、そうそう、でこっち側は若干高いので、うん、高い方を頭にした方がいいと思うんですよ。うん、まあ、枕もありますしと、この状態で寝ても全然いけちゃうと。いいね、ドア閉めても手はちょっと出せれないですけれども、どう、おお、結構広々ですね、うん、なるほど、これが矢野ちゃんが実際に寝た時の、はい、はい、道が上がらなくてない、大丈夫、大丈夫です、はい、そこは、あ、いい、広々ですね、はい、ここがどうのって言ったじゃないですか、隙間、はいはいはい、全然干渉しない、うーん、そうですね、隙間的にちょうど足なので全然邪魔にならないところに来てますね。そうそう、うん、お布団なしでも、まあ、敷いた方がいいでしょうけども、敷かなくても全然、うん、全然いい。そしてガチでちょうどいいサイズですね、やおちゃん、うん、ドア閉めましょうか後ろ、はい、でこれでもう眠ると、うん、でもあのドアが開いてた方が風通しがいい、うん、あの防犯上危ないと思いますんで閉めときますよ、うん、暑いな、はい、じゃあ寝る前にどうぞ。寝る前に、いや、もうちょっと本当に寝れる、いい枕も、いや、あのなので、うん、あのおやすみなさいとかなんかもうコメントいただけるかなと思ったんですけど、ね、じゃあ皆さん、アトレイでの車中泊頑張ります、おやすみなさい。電気消した方がいいんじゃないですか。消えるんじゃない、なんか勝手に、もうあの起き上がりたくもない。なるほど、じゃあこれで私失礼しますので、あとお願いします。はい、おやすみなさい。あっち、はい、おはようございます。今晩アトレでの車中泊を行いましたが、まあ時期的なものもあるんですけど、車中泊をするのであればしっかり暑さ対策はやっぱり必要でしたね。で、今、GR86 パスラアトレイで車中泊した中で、今、1位は86、2位が、はい、アトレイ、はい、3位がパスラっていうふうに今、はい、順位付けてます。 GR86 以上の車中泊心地を挑む車、お待ちしてます。挑戦していきます。はい、それでは、またアトレイでは走行編、外装編とまだまだ紹介動画たくさんやってありますので、ぜひそこもチェックお願いいたします。
それではこのチャンネルがいいなと思ったらぜひぜひチャンネル登録と高評価と素敵なコメントよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。